ちは、中野屋のアルブルコです。マンションにお住まいの皆様、どこまでが自分の所有物かご存知でしょうか。マンションの規定にもよりますが、占有部分と共用部分に分かれており、占有部分が自分の所有物となります。占有部分といってもキッチンやお風呂、トイレなどは目に見えるので分かりやすいですが、目に見えないところにも占有部分ってあるんです。それがお水、お湯の缶、電気の缶、ガスの缶などです。多くの場合、お部屋へと続く横の缶が占有部分になります。その中で特に注意が必要なのはお湯の缶、給湯缶です。給湯缶は20年以上使用していると水漏れが発生してしまう恐れがあり、他の部屋へ二次被害の恐れも。そんな急な水漏れ、漏水事故を防ぐためにはどうしたらいいのか、その方法をお伝えします。まず、どうして漏水事故が起きてしまうのか。それはほとんどの場合、給湯管に銅管が使われていることが原因です。こちらは築年数が経つマンションに多く見られます。銅管は年数が経過するとピンホールといった小さな穴が開いてしまうことがあり、この穴から水が漏れて漏水事故は起きてしまいます。ピンホールで漏水した銅管は取り替えるしか対策方法はありません。こういった漏水事故を防ぐために、事故が起きる前に対策をする必要があります。その対策としてご提案しますのは、配管更新といった占有部分の銅管を多強ポリエチレン管やポリブテン管などの合成樹脂管に変えるといったものです。合成樹脂管なら、もし漏水事故があった場合、一部分のみを交換することも可能ですので、今後を考えても安心です。配管更新は壁や床に穴を開けますので、リフォームと一緒にされる方がほとんどですが、配管更新のみでももちろんお受けできます。この場合、施工日数は3日から4日ほどです。配管更新工事ができる会社は限られています。リフォームをしたばかりなのに配管更新をしておらず、水漏れが発生してしまったという声も多く耳にします。弊社では越谷市、さいたま市を中心に約50マンション、1400世帯以上の実績があります。マンションにお住まいの方で、お心当たりがある方やご不安をお持ちの方、相談だけでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。水回りのリフォームするなら